私はでもなんか良くなさそうって思ったんですよね、うんうんうん、もう多分その前段階で腰から来てるので、硬いですね。硬いですな。ああ、いいっすね、そこ。気持ちいいですか。はい。痛いですか。ああ、まあそこそこいい感じで痛いですね。これ痛いですね。ここは硬いですね。痛いですね。柔らかいですね。こっちの方が硬かったですね。あ、そうですか。で失礼します。ちょっときついですか。いや、大丈夫です。さあ、聞くわ。
痛いですかね。いや、気持ちいいです。はい、はい。いろんできたかなと思うんですけど、どうですかね。はい、入るようになったんですけど、ね、これまたこのより芯が明確になったんですね。これですよね。あの表面は柔らかくなって、このより奥のこれがはっきりしてきたというか、絞れてきた感じですね。こっちもより緩いで、してましたよね。だからちょっとあっち痛いこっち痛いが積もり積もってというか、そうですね。これで今肩甲骨の位置は揃いまして、こちらの骨盤の位置もそういまして、足も痛
タッときましたね。はい、はい、なんでじゃあ今度は仰向けでお願いします。はい、一旦